ロック、メタルのニュース、貫徹砲をお届けします。本日の貫徹砲はサマーソニック2023タイムテーブル発表。まもなく開催される2023年度のサマーソニック、待ちに待ったタイムテーブルが発表されました。サマソニ公式サイトのタイムテーブルのページを確認しに行ってみましょう。このチャンネルの視聴者はやはりベビーメタルの出演時間が特に気になりますよね。8月19日土曜大阪会場のベビーメタルの出演時間はこのようになっています。19時25分から出演、2019年に出演した時と同じくセカンドステージであるマウンテンステージのトリを務めます。ベビーメタルの前には17時50分にエヴァネッセンスが出演。ヘビーな音楽が好きな人はベビーメタルとエヴァネッセンスの2組は外せませんよね。そして8月20日日曜東京会場、ベビーメタルエヴァネッセンスの出演時間はこのようになっています。エヴァネッセンスが18時30分出演、ベビーメタルが20時10分出演予定です。また20日日曜東京会場は今回が初来日となるノバツインズが11時10分にマウンテンステージ出演。そしてもう一つのベビーメタルメタルバースが10時20分にマウンテンステージのオープニングアクトを務めます。19日土曜の東京会場ではデレンのサマソニの枠としてメタルバンドメルト4がソニックステージに10時5分オープニングアクトとして出演します。それから2023年度のサマーソニックソニックマニアのアプリもリリースされましたよ。ぜひダウンロードして当日目いっぱい楽しみましょう。以上本日の貫徹砲でした。